お前らテルトワということで、今回なんですけども、今回ですね、なんと、絵を描いたら、その絵が動き出すゲームをやっていこうと思います。ちなみに、僕のスキンが可愛いと思った子は、高評価チャンネル登録しててね。さあ、みんなということでね、なんかいろんな広場があるんだけど、なんかみんな早速イラスト描いてない？またこれマックのポテトじゃない？これ絶対マックのポテトじゃん。うん、数ある絵の中、マックのポテトを描くのは、センスが高いね。なんかいろんな子がいるね。これはなんだ？目玉焼きマンみたいな人？待って、うまいんだけど、この人。すごくない？ちょっと。何かのキャラクターなのかな？上手だね。待って、この人は？これあれじゃない？無敵の笑顔だラスメリア。これ星野愛じゃない？目めっちゃキラキラしてるけど、この鼻にかかったケチャップはこれはわからないけど。さあ、ということで今回はいろんなイラストを描いて遊んでいこうと思います。さあ、なんかね、この画面で描けるみたいだね。まずどうしよっかな。なんかちょっと簡単なものから描いていきたさあるよね。まず最初ドラえもん描くか。うん。丸書いてちょん。丸書いてちょん。おい、わからない、こっから。こっからわからないぞ、僕。確かね、でもね、こんな感じだったと思う。こうなってて、で、さらに二重になってて、これ大丈夫か。あれ、ドラえもんってこんな感じだったっけ？で、ここに確か鈴があって、こうなって手があります。はい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 。で、ドラえもん足が短いです、非常に。こうじゃない？ちょっと。あれなんか違う。あれなんか違う。なんかすごい変な感じがするな。よしみんな、次は色塗りするぞ。ドラえもんは確か、ここのラインが青かった。はいはいはい。やばい、これ雑なドラえもんができそう。まあちょっと一発目だからね。うん。あ、ドラえもん素晴らしく描いていきますよと。で、鼻が赤くて、体も青だった気がする。なんか長くね？ドラえもん。なんか頭身長い気がしてきたんだけど。まあ、このポケットが大事ですから、やはり。うん。黄色で鈴描いて、で、ちょっと消えちゃったところ直していくか。髭描き足します。いや、でもこんな感じじゃない？申し込む。やばいみんな、ドラえもんできたドラえもん、僕がドラえもんになっちゃった。こんにちは。ドラえもんで挨拶に行こう。あ、なんかこの恐竜かわいいね。うさぎちゃんもいる。てかそういえば白く塗ってなかったから、ここ透明になってるわ。待って、オモンガスいるんだけど。オモンガス、チャットしよう。こんにちは。誰か反応してくんないかな？誰かいないかな？マックのポテトマンは一生放置してるね、ここで。あ、こんにちはって言ってくれてる。絵が超うまい人だ。これ、ドラえもんなんですけど、何点ですか？さあ、何点もらえるんだろう。もはやこの人、プロイラストレーターと言ってもいいぐらい上手すぎるんだけど、本当に。すごくない？可愛いですねって言われた。いや、待って、嬉しいんだけど、普通に。何点もらえるかな？でもこれちょっとドラえもん違うんだよな、これ。これちょっとドラえもんなんだけど、ちょっとどっか多分違うんだよな。どこが違うんだろう。何点中ですか？ 100 点です。さあ、どうなるか。気を使ってくれるか、それとも厳しい先生なのか。果たして運命の瞬間。89！ やったー！待って、優しくない？ちょっと。嬉しいね。イラスト、上手ですねって言っとこう。いや、いろんな人いるな、ここ。ありがとうございますって言ってる。よし、みんな。次は、僕自身を描きましょう。これは非常に難しいです。この顔描くわ。まずは髪の毛をそれっぽい形に描かないといけないから、ちょっと難しそうだね、これ。こんな感じかな？あ、でも形はなんか悪くない気がする。はい。はい。いや、いいよいいよ、いいんじゃないこれ。で、塗っていきますよと。いや、これちょっと楽しいね、このロブロックス。最近ね、結構ロブロックスやってるんだけど、マジいろんなモードあるんだよね。ホラーゲームもあれば、こういうほんわかな、可愛いゲームもあるからね。よし、髪の毛塗り終わりました。さあ、次を描いていくぞ。次は線が大事だね、これ、おそらく。はい。はい、はい。もうシュッシュ描いていくよ、シュッシュ。いいね、うまい気がする。ちょっと、慣れてきた、イラストに。こんな感じでいいでしょう。さあ、次、顔描いていくぞ。この黒い線と、なるべく重ならないように描かないといけない。うまい！てかさ、これ僕、マウスでイラスト描いてるからさ、結構むずいのよ。普通に難しいっていうね。さあ、ぬり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 しましたら、顔をなぞって、そしたら次は服だね。服描いていきましょう。まあ、こんな感じじゃない？こんな感じでしょう。はいはい。で、パーカーの部分が、こんな感じになってます。待って、なんか面影出てきたよ、ちょっと。いい感じに。そしたらパーカーの紐つけて、あとはこれ線で描いていくだけじゃね？いいよいいよ。なぞっていきましょう、このように。はい。待って、なんか、めっちゃいい気がするんだけど、普通に。こうして、さ、顔大事だね、顔。顔はこんな感じか？待って、めっちゃ似てる気がするんだけど。さあ、これで一回描いてみます。3、2、1、ボン！やった、できたー！待って、比較したらめっちゃ似てない？ほら。あ、なんかこの子踊ってくれてる。ちょっと、みんなどう？って聞いてみよう。あ、待って、この人、ドラえもん描いてる。かわいい。これ僕だよ。え、待って、テレトくんって言ってくれてるんだけど。え？知ってる人なのかな、僕のこと。まさか、ロブロックスでも知られちゃってる感じですか、僕。どうですか？イラストで分かったのかな？え、うまっ。え、待って、この人、うまくない？僕のイラスト描いてくれてるんだけど。やば！しかも、テレトくんって書いてあるから分かってるのかな？イエーイつってる。え、待って、やばくない？ちょっとこれ神回でしょ、ちょっと。イエーイ、本物って聞かれた。上手すぎです。この人の方がうまいのに、ありがたいな。気を使ってくれてるな、きっと。はっはっは。僕はテレトだぞ。まあ、会いに見たらわかるからな、ロブロックス。テレトくんってもう本物だからな。かわいいって言ってくれてる。おい、このゲーム平和かよ、ちょっと。これ誰だ？レインボーフレンズのブルーとかかな、ワンチャンこの子。上手だね。これ何？ぶどう？みんな、個性豊かな素敵なイラストが集まっておりますね。上手すぎるんだけどみんな。やばいね。いやー、でも今回僕これかけたの超お気に入りなんだけど、みんなどう？可愛いと思ったら高評価チャンネル登録してね。なんかブランコあるじゃん、ブランコ。これ乗れるのこれ。薄っぺら。薄っぺら、僕のキャラクター。お、しかもそこさ、観覧車もあるじゃん。観覧車乗れんのかなこれ。ちょっとでかすぎるけど、さすがに。この顔動いてんの面白いな、ちょっと。さあ、ちょっと行ってみるぞ。3、2、1。乗れたー。本当に薄すぎて笑う。はい、ということでみんな今回の動画どうだったかな？ちょっとね、まさか僕のイラストを描いてたら、僕のことを知ってくれてる子たちがいてね、めちゃくちゃね、可愛いイラストも描いてくれて神回になりました。素晴らしいね。ということで、この動画が面白いなと思った子は、ぜひチャンネル登録、高評価、動画の通知登録よろしくお願いします。それではまた明日の動画でお会いしましょう。じゃあな！